はじめまして、茨城県出身17歳の高校2年生渡辺梨沙です。好きで大好きでたまんなくて切なくてダメなんだってわかってる。でももう遅いよ、こんなにも恋しい、あの子の君苦しいくらい好き。気持ちは行き着く場所もなく伝わることもなく、この胸苦しめる。そばにいたいよ、声が聞きたいよ、愛しさに溢れた声で私を呼んで、あの子だけの君ダメだってわかってる。だけどどうしても好きな場合、そういう場合はどうすればいい？もしも私が君に出会わなければ、こんなに辛い思いしなくて済んだのに。もしも君がもっと意地悪ならば、もっとダメな人なら好きにならなかったのに。しようもなく、ただ君が好きで、愛しさに溢れた声で私を呼んで、あの子だけの君ダメだってわかってる。だけどどうしても好きな場合、そういう場合はどうすればいい？この君苦しいくらい好き。